エドワード・ヒギンズ・ホワイト2世は、アメリカ空軍の将校で、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。180センチメートル、80キログラム。1965年6月3日、彼はアメリカ人初の宇宙遊泳を行った。ホワイトはアポロ1号の訓練中の事故で死亡し、死後に合衆国名誉宇宙飛行士勲章を授与された。それ以前にもジェミニ4号の飛行に対して NASA 宇宙飛行メダルを受賞している。ホワイトはテキサス州サンアントニオで生まれ、ボーイスカウトに入団した。1952年には陸軍士官学校で学士号を取り、1959年にミシガン大学で航空工学の修士号を取得した。その後アメリカ空軍で中佐となり、階 -86 と階 -100 のパイロットとなった。ホワイトは航空システム部門の試験パイロットとなり、3000時間以上の飛行をこなした。パトリシア・フィニガン・ホワイトと結婚し、二人の子供、ボニー・リンとエドワード・3がいる。ジェミニ4号でアメリカ人初の宇宙遊泳をするエドワード・ホワイト彼は1962年に第2期の宇宙飛行士に選ばれた。ジェミニ4号のパイロットとして彼は1965年6月3日にアメリカ人初の宇宙遊泳を行った。船外活動中、予備の耐熱グローブが宇宙船から外に出て行ってしまい、現在もスペースデブリとなっている。後にジェミニ7号でもバックアップを務めた。ホワイトはアポロ CMS 飛行システムの専門家でもあった。ジェミニプログラムの通常の順番では、ホワイトはジェミニ10号のコマンドパイロットを務めるはずだったが、1966年に昇進し、アポロ1号のコマンドモジュールパイロットとなった。アポロ1号の乗組員彼は、フロリダ州、ケネディ宇宙センターでのアポロ1号の訓練中の火災に巻き込まれ、同僚のガスグリソム、ロジャー・チャフィーと共に死亡した。彼はウェストポイント墓地に埋葬され、1997年には合衆国名誉宇宙飛行士勲章を授与された。グリソムとチャフィーはアーリントン国立墓地に埋葬された。ホワイトは2009年7月に航空の殿堂入りした。ありがとうございます。